2020年、王毅、中国国務委員権外交部長と2019年、ニューヨークにて、ポンペオ、米国務長官と、モテギトシミツは、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、外務大臣、自民党栃木県連会長、竹下派会長代行。内閣総理大臣臨時代理就任順位第3位。 内閣府特命担当大臣、経済再生担当大臣、第2次安倍内閣において経済産業大臣、内閣府特命担当大臣を担ったほか、福田康夫改造内閣で内閣府特命担当大臣、第1次小泉第2次改造内閣、第2次小泉内閣で内閣府特命担当大臣、情報通信技術政策担当大臣を歴任。その他、 自民党政務調査会長、自民党日本経済再生本部長、自民党選挙対策委員長等を歴任した、栃木県足利市生まれ。足利市立北郷小学校末、谷文校に1年生から4年生まで通う、5年生から、同小学校本校に通った。栃木県立足利高等学校、東京大学経済学部卒業、大学卒業後、 丸べに、読売新聞社に勤務。その後、ハーバード大学、ケネリ行政大学院に留学し、公共政策を学んだ。行政学習士を取得後、帰国して、マッキンゼーカンパニー入社。1992年、マッキンゼーカンパニー幹部の大前健一が、代表を務める平成維新の会事務局長に就任した。1993年、 第40回衆議院議員総選挙に日本新党公認で旧都知事2区から出馬し同区でトップ当選。翌1994年の日本新党会答に際しては新新党決闘には参加せず無所属を経て1995年に自由民主党に入党。1996年の第41回衆議院議員総選挙以降は 小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、栃木国から出馬し、連続6選。1999年、小渕第二次改造内閣で、通商産業政務次官に任命され、第一次森内閣まで務める。2002年、第一次小泉第一次改造内閣で、外務副大臣に就任。翌2003年、 1> 第1次小泉第2次改造内閣で当選わずか3回で内閣府特命担当大臣及び IT 担当大臣に任命され第2次小泉内閣まで務めた2007年日朝国交正常化を目指す議員連盟自民党朝鮮半島問題省委員会の立ち上げに参加し同議連幹事長に就任2008年福田康夫改造内閣で 内閣府特命担当大臣として入閣し、行政改革と公務員制度改革も担当した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では与党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、土地に5区で民主党の富岡義太郎を破り6選したが、初めて対立候補に比例復活を許した。2011年9月、自由民主党政務調査会長に就任。 2012年9月、自由民主党日本経済再生本部の事務総長に就任。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では民主党からみんなの党に倶り返したとみおかに比例復活すら許さない大差をつけ、7期目の当選。アメリカ合衆国エネルギー長官、アーネスト・モニツと共に、アメリカ合衆国通商代表、マイケル・フロマンと共に、 第2次、安倍内閣で、経済産業大臣兼内閣府、特命担当大臣として入閣した。2014年9月、内閣改造により、経産大臣を退任し、自由民主党選挙対策委員長に就任。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙では8選。2016年8月の自民党役員人事で、4年ぶりに、 自由民主党政務調査会長に再任。2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣において、内閣府特命担当大臣、経済再生担当大臣、人づくり革命担当大臣に就任し、4度目の入閣を果たすと10月の第48回衆議院議員総選挙では休戦となった。2017年11月1日、第4次。 安倍内閣で内閣府特命担当大臣、経済再生担当大臣並びに人づくり革命担当大臣に再任。2018年8月9日から8月10日、同年4月の日米首脳会談で議題となった自由で公正かつ総合的な貿易取引のための協議の閣僚級会合を行うために訪米。ロバート・ライトハイザーアメリカ合衆国通商代表と、 1> 第1回会合を持つ。以降、翌年にかけて断続的に行われた日米貿易交渉を担当した。2018年10月2日、第4次安倍改造内閣で経済財政、経済再生担当大臣に引き続き留任し、新設された全世代型社会保障改革担当大臣も兼務した。2019年9月11日、外務大臣に就任。 TPP11 の困難な交渉を打結に導いたことが評価された。2020年9月16日成立した菅義偉内閣で外務大臣再任。尖閣周辺での日本漁船の操業を中国主権の侵害であるかのように主張する大木外相の発言を受け流したとして11月24日の日中共同発表におけるモテギの対応を批判する声が 自民党外交部会で上がった。大きい発言の直後にモテギは相手国語によりと感謝の言葉を述べている。この理由について佐藤正久自民党外交部長が11月26日に富士プライムニュースに出演した際に同時通訳がなくフレーズごとの翻訳であったためにモテギ外相は何を言っているか理解できていなかったと語っている。 2021年3月16日、防衛大臣、岸忍と共に、アメリカの国務長官、アントニー・ブリンケン、国防長官、ロイド・オースティンと、外務、防衛の閣僚協議であるにプラス行を行った。会談では、中国の海洋進出やウイグルでの人権問題に、懸念を表明し、また日米同盟の抑止力や対処力を一層強化、していくことで一致し、 両国が主導する形で自由で開かれたインド太平洋を維持、発展させていく重要性を確認した。2004年第2次小泉内閣の特命担当大臣及び IT 担当大臣在任中に年金の未納が発覚している。主要16社の番記者のうち7名が女性であり、他と比べて非常に 女性比率が高いことや女性に下ネタを言わせようとする、マジックついでに手を握る、等と,といった女性版記者等に対するセクハラとも取られかねない、言動、行動が週刊新潮2016年9月29日号に掲載された。ありがとうございます。